どうも影山です。今日はね、えー、準備に時間をかけないということについてお話ししたいと思います。えー、とね、何かにこう取り組むときですね、何かをやろうとするとき、何か行動を起こすときにですね、えー、そのやることですね、取り組むこと自体をするまでにね、えー、時間がかかってしまうとですね、えー、その 取り組むことが続かないようになるというふうに思うんですね。だからあのー、その何かに取り組むときはすぐにそれに取り組める状態にするというか、そういうことが続け継続できることになると思うんですね。例えばその筋トレをこうするという場合があったとしてですね。そのジムに通ってたとします。そのジムにね行くまでにねすごく時間がかかると。 例えば1時間かかるとかなって。 そたらそれは、ね、最初の方は、ね、こうやる気あるんでこう行くんですけどだんだんと、えー、行かなくなるというか続かなくなって結局やめてしまうというふうになると思うんですね。で目的は筋トレなんで、えー、筋トレにすぐに取り組めるようにする例えばジムであったら近いところに行くとかですね、えー、僕の場合で言うと、えーまあ、マシンとかはないんですけども家で取り組むようにしてるとですぐに取り組むんでですねで、えー。お店をやってるんで,ですね。 あのユニフォームの。 えー、起きたまま、えー、取り組むような感じですね、えー。そういう状態にしてます。だからすぐに筋トレやろうまたすぐ筋トレをするっていう形をするんですね。そうすることによってですね、ある程度習慣になればですね、あの続けることができると思うんですね。だからそのせっかくその何かに取り組んだり行動することをしようとしてるのにですね、その前段階ですね準備に時間をかけてしまうとですね、それはもったいないですね。時間的にももったいないし、その そ,ことそのロスによってです、ねえー、ちょっとエネルギーがそがれてそがれるとエネルギーを使ってしまってですね結局その取り組む時にはあ,あまりこうそれに注げないそこに集中で,できないというか、えー、また新たにこうそこへやろうという気持ちに持っていかなあかんかったりとかそういうふうになってしまうんでね、えー、何かの取り組む時は、えー、準備に時間をかけないようにする。 っていうのが、えー、コツかなというふうに思いますということで今日は準備に時間をかけないということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます